海外でも評価の高いプロダクション IG のデジタルアニメーションチームが動画、CG、特殊効果を見事に融合させ、初の劇場用デジタルアニメーションを完成させた。Chopping all the monsters with a sword. So I hope you would enjoy too. 俺もこれで十分だと思う。ここに影を入れちゃっていいのかどうかとか。立体的なカメラワークに見せたりとか。すごかったですよ。ちょっと今貧血起こしてますもん。やりやがったなって感じ。今後の作りっていう意味でも結構今後の日本のアニメを変えていくかなって気がします。もともとこの企画が、スタートしたのは、その押井さんが主催する、演出家の勉強会みたいなところからスタートしたんですよね。評価できる人間がいて、良ければちゃんと形にするところまでさ、フォローしてあげるっていうさ、それなんてやっぱ無理だよ。だけど、まあ、でも業務時間中にやらせてくれたっていうのが大きかったと思うよ。それはもう社長の石川の太っ腹でさ、かなりきつい中で結果を出して、そのある程度、延長線上にやっぱり企画でオリジナルで自分のところで立ち上げていくっていうのは絶対不可欠だし必要だし、そこには中心になる人間はやっぱり生え抜きじゃない今まで IG のことを知った上でね、やっぱり監督いた押井さんがそこにいたっていうのが一番中心のまずしっかりしてるからね。押井塾とか、合宿に参加してた人たちが、メインになって、で、まあ最終的には、まあ、神山君とかが、企画書として、フィニッシュした。若手の演出家に、企画をどういうふうに通したらいいかっていうのを割と実践的に教えようということで押井さんが確か主催したんですけども、それで。週一で企画書を作っていくというかなりハードなものになると聞いて、最初はまあちょっと青ざめてたんですけども、やってみると意外にスラスラできたというか、まあ業務の間を縫ってやってましたんで、まあ本当提出する前日とか徹夜になっちゃってですね、いつもかなり厳しかったんですけど、それでもまあ結構体験したことないようなですね、ような緊張感があってすごく面白かったですよね。で、私の出した、企画書に、特に内容はどうでもいいんですけど、その、サイヤのキービジュアルみたいな、刀持ってセールスの女の子っていうのがあって、まあそれはその時はその保留だったんですけど、次の時が吸血鬼っていうの、でその時そのたまたま神山さんの、ザ・ラスト・ヴァンパイアが出てきて、でタイミングその石川の方から、ちょうど物になるもんないのかっていう押井さんに課題があって、じゃあ合宿組んでやろうよっていう、まあで押井さんの方からそのだったらまあこのこれとこれっていう感じで、その押井さんが妙にそのサヤのキャラクターってビジュアルに引っかかるものがあるっつって、ずっとそれ言ってて、でじゃあこれとこの神山さんのラストワンパ組み合わせたら物になるんじゃないのっていう。いつかその寺田克也のキャラクターをアニメーションにしたいっていうふうに思ってたんですよ。で、たまたまこの「ブラッド」っていう企画がその自分に振られた時に、この企画を作るんだったら寺田克也さんのキャラクターでやりたいっていう。ビジョンが自分にはっきり見えたんで、最後まで見るとエンドクレジットいっぱい名前書いたなって大変そうですね、まあ、あんな書いたかなって感じがしますね。改めて見ると寺田克也さんの絵を、アニメーションで、作画監督できる人間って言ったら、木瀬和塚さん以外に他に誰がいるのであろうかというぐらい、寺田さんイコール木瀬さんみたいな。最初の頃は
どうやってもアニメっぽくなっちゃうんで、小切れにまとめちゃうんだけど、癖で。絵が荒れてなきゃダメだみたいな。見てやってました。全体的に太くっていうのはやらなくて、最初の段階でコンテで全部あの A サイズ、B サイズ、C サイズって3パターンのサイズを作って、A サイズの指定のやつはあのだいぶタッチとかもあのかなり入れて太めな線でっていう風にして、 B サイズっていうのはそれよりも若干細くても構わないんですけれども、あのややタッチの多い線で、 C サイズっていうのはまあここにはないんですけど、通常の細い線でトレスして構わないっていう風に、荒れた線で描いてくださいって言ってもこんなにはダメだろうってみんな思うらしくて、あのやっぱり綺麗な線で上がってきてしまって、なんか線の直しなんで全面リテイクって形になるんですけど、それで値を上げた方もいらっしゃいますけれども、原画はこっちで、黄色い紙が紀勢さんの修正です。そうです、あのなんとか、もうちょっと怖くしてるっていうか、眉間のシワとかヒロインには普通ないようなシワ。武田さんの、立場から見れば、あの それぐらい、要するにねじ曲げられてしまったものが、パイロットですね。自分が描いた背景とは思えない映像が展開するであろう、ただそれを踏まえた上で、あの逃げないでほしいと先にそれ言われちゃうともうなんかあの、逃げられないですよね。プラットの場合は、あの各メインスタッフがみんなボード担当者なんで、点数でいうとやっぱカット数と同じぐらいの点数のボードが存在してますね。背景の制作にもデジタル技術が用いられている。明るい光、柔らかなぼかしなどデジタルで可能な技術、手法は躊躇することなく活用されているのだ。武田氏は従来の美術の範疇を超え、動画部分を含めた画面全体の照明効果の設計を担った。江綱さんがメインスタッフとして、作業をしてくれて初めてあの、こういうスタイルの作品が作れるっていう。ブラッドスタンダードという言葉がある。ほぼ全編で使われているエフェクトの微妙なニュアンスの共通感覚を指してこういうのだが、そのブラッドスタンダードの中核となっているのがエフェクト作画監督の江面久志氏である。影の付け方はコントロールしましたね。ボードでこんな感じで、あの午後の光で、あの何でしょうね、部屋の電気をつけるほどでもないっていうか、あの部屋の中にも電気がついてるんだけど、外からの差し込みの光の方が強烈で、それにあの露出を合わせるとちょっと暗めに見えるみたいな、そういうまあシチュエーションなんですけど、その時に
モブキャラクターの方に、モブのキャラクターの方に影を落としちゃって見せなくするっていう手法とかっていうのは、岸田さんはそのボードとか見て組んでくれて、それで影つけてもらってましたね。うん、っていうか、まあ、IG のスタンダードですよ、それがね。今のところ、うん、よく、というか私が関わる時のスタンダードになってるんで、まあ、よりそこら辺をちょっと今日アフターエフェクトの、テコ入れっていうか、アフターエフェクト上で照明とかを動かすっていうのを派手めにはやってますよね。原画でもやってた亀井さんとかも、やってはいるんですけど、まあ、大体言わなくてもああいう感じになるのにはどうしたらいいかって、まあ、彼は分かるし、だから申し送りをした覚えはまるでないんですよ。でもまあああいう画面作るにはこうだよねみたいなので、まあ、彼は独自にブラッドスタンダードの画面を作り出してましたし、まあ、結果がブラッドであれば全然構わないわけですからね。まあ、あとは佐久間さんはいろいろと聞きに来てくれるタイプの人なんで、それでこんな感じがスタンダードでしょうかみたいな感じで、まあ、一緒に話してって、それでまあやってるうちに、話し合ってるうちに、まあ、それがフィックスしてったって感じですよね。ブラッドのイメージボードは500枚以上に及んでいる。ほとんどのカットがスタッフのイメージを共有するためにボードに起こされているのだ。しかもこのボード制作の過程で作られたフォトショップのレイヤーがそのままアフターエフェクトなどでエフェクトをかける時のレイヤー構造となっている。エフェクトをやるのは楽しかったですか？ママさんのあたりは面白かったです。雨が降ってるとことか、パトライトの付近、なんか撮影は、いっぺんに来るのが20とか、BG が上がって1日2日組んで、またこう何週間も来なくて、でまた20ぐらい上がってっていうのがずっと続いて、やっぱり暗い中でこうバリエーションを作るのはかなり、そうですね、本当に微妙なところが一番辛かったです。と肌色もこうどこまでも色が変えて、こうそうですね、真っ赤な肌でもあったり、すごいこうグレーでこうもうほとんど色素もない肌色もあって、そうですね、切り返し切り返しもカットが左を向けば、まあ、色違う色を使って、やはり右向けば違う色っていう感じでした。何箇所かその、カメラワークごと、動かす画面を動かすために、バックグラウンド全てを 3D で作ってもらったっていうカットなんかとか、あと、比較的形の変わらない硬いものっていうのは、アニメーターが作画するよりも 3D で作った方が手堅く画面が仕上がるっていう、まあ純粋な利点というものがあったので、ブラッドの中に 3DCGI は実にさりげなく盛り込まれている。例えばシーン33、サヤが地下鉄の中でヴァンパイアと思われた男を切り倒すシーン。まず 3D チームはワイヤーフレームなどで動きのテストを繰り返し、その上で手前、中間、奥とそれぞれにオブジェクトをコンポジットしていく。これに流れる蛍光灯や窓から差し込む光など数々のエフェクトと人物の動画を加えて完成となる。結構、いや、注文監督からの注文とか、いや、全然それは問題なくやってて楽しかったです。ちょちょいちょいって感じ。いや、ちょちょいじゃないですね結構大変だったところもありましたけど、結構楽しくやれて
やりがいがあったです、ね、なんていうんですかね、もうキーポイントキーポイントで、うん、こうカメラの位置を決めてもらった歌詞とかあるんですけど、うん、それを、うん、まあ、作業をしてるときはその部分部分なんですけど、うん、実際プレビューで流してみると、うん、すごいかっこいい動きになってるんですよ、ね、うん、それそういうのがいきなり尺で全部動きが見えてる、うん、すごいな。で、まあ、あと江面さんの書いていただいたテクスチャーが結構すごかったんで、うん、やっててやりがいがありましたし、うん、まあ、得した気分でやってましたけど、うん、ね、カメラマップは、うん、いけるかなって思った時はサクサクいくんですけど、うん、何日か後に、うん、あ、全部ダメだって思った時に結構、うん、毛穴から毒素が出るぐらい焦ってましたね、うん、最初はシミュレーションをやって、それから監督さんが、うん、カメラワークをこう、うん、何度もテストして決めてから、で、原画さんがその線出しして、源田さんがその線出しがガイドにして、こう鞘の動きを書いて、でまた乗っけてみて、でもう一度監督さんがカメラワークをこういろいろ見て、で机とかの位置とかも少しずらしたりとか、椅子もで、最終的にはそれ決めてから、もう本ちゃんにテクスチャー貼って、レンダリングでしたんです、うん、無理難題ふっかけられたって感じですか、ね、そうですね、無理難題でした。なんだと3D100 カットくらいありました。でボードが、精密だったので、それに合わせて、2D とマッチングするように 3D を作れたかと思います。で各スタッフも、本当は 3D やってる人たちはみんなわがままでもっと自分を出したがるんですが、最終的などういう映像を作るかっていうのに奉仕する形で 3D を作っていったと、ただこれはまあ日本で 2D と 3D の混在したアニメーションを作るときにはこういう方法が今のところベストではないかと思っています。ブラッドの制作は動画などのアナログあり、最新のデジタル技術ありで作業もスタッフも複雑に入り組んでいる。これだけの仕事を滞りなく完遂するためには動画、コンピューター、双方に通じたシステムの設計が必須条件になってくる。やっぱりこう画像の重さ、内容の重さと画像の重さというその両方をどの辺でどうバランスを取るのか取れないのか、その辺の見極めがやっぱり最後までよく分かんなかったですね。特にやっぱりエフェクトとか多用して凝った画面を作ろうとすると当然重いわけで、それが全体としてどうなのか、まあ最終的にはかなり技術的にいろんなことが分かってきたら多少省略もできるようになってきたんで、それによって結局はなんとかつじつまが合わさったんですけど、そこは本当最後までギリギリ、もしかすると破綻するか、あるいはギリギリできるのかみたいな瀬戸際をずっと実は走ってたと思いますね。その機材のこの進歩もあるんで、当然それも視野に入れながらいろんなことをやってた。ソフトも当然バージョンアップして変わるし、じゃあそのバージョンアップしたソフトを投入するか否かみたいな点も含めて、いろいろスレスレの判断が多かったかもしれない。特にハリウッド、今回かなりハリウッドタッチでやったんで、なんていうのかな、ハリウッドタッチでやってこうどうしても音楽もシーンを表現しちゃいたくなるんですけど、今回どっちかというと全体にこう緊張する心情とか、そういうのを描く方にどんどん行って、見た目のシーンを描いてしまうとどうしても音響効果って、ハリウッド的に当てるとものすごい熱い迫力のあるものになるので、音楽は絶対その爆発音には勝てないわけなので、それでそこで爆発する瞬間を音楽で描いてもしょうがないので、それをそこにいる主人公なりの気持ちになって曲をメロディーを書くようにしていくと、ぶつからなくても済むと、画面のクオリティクオリティっていう、その要するにテクニカルなところには、いかないんじゃないか。ただテクニカルが、
醸し出そうとしている何かを、うん、あの感じてくれるんじゃないかと。そういうことですよ、ね、うん、でも、自分がその信じている要するに無根拠な自信に従って作っていけば、そこにはサヤとかホケインとかデビットとかルイスとか、いろんなキャラクターたちが実在してくれるはずだっていう、そういう根拠のない自信があるんです。